木造ビルは木材を使ったビルディング。特に CLT を構造材とすることで高層ビルの建設が可能となった。2000年代後半に入り欧州など世界各国で実現または計画、検討されている。CLT と呼ばれる厚いタパネルを使った新しいビル工法でニューウッとテクノロジーと称される新しい木造技術の開発、進歩が背景にある。 高層ビルの建設に使われてきたコンクリートや鉄骨、鉄筋に代替、併用して、マスティンバーと称される木材で、高層建築を実現する動きが加速した。2009年に、イギリスで9階建ての集合住宅が建設され、2013年には、イタリアで9階建ての公営住宅が、オーストラリアで10階建ての集合住宅が着工。 さらに2017年完成を目指し、カナダで18階建ての宿舎が建設中である。また、アメリカ合衆国では、高層ビルのコンペティションが実施され、ニューヨークには10階建てのポートランドで12階建ての高層ビル建設が検討されている。イギリスでは2016年、80階建ての高層ビル建設構想がロンドン市長に提出された。こうした動きは、 海外では木材の革命と呼ばれている。CLT はヨーロッパ、北米では十分な供給が可能であり、CLT パネルは工場で製造されるため現場での試行時間の大幅な短縮が望め、後期の短縮が期待できる。普及によれば将来的にはコストカットが可能である。また、高層ビルでこれまで難しかった木の風合いは施せるようになり、 メリットは大きい。こうした動きの背景には環境問題がある。樹木は伐採植林伐採植林というサイクルを繰り返して木材の供給源となる。樹木は生育過程で地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収し建築用材として利用される限りは二酸化炭素を放出することはない。このサイクルを実現するためには 計画的な植林と伐採を行えば、無計画な樹林の伐採は防止でき、森林保護も実現できる。CLT とは、繊維方向に揃えた板をクロスさせて重ね、接着剤で圧着した木材。和名は直行修正剤である。板を交互に合わせることで、互いの層を抑え合うことから収縮が少なく、強度も高くなり、コンクリートに匹敵する。組み合わせにより、 壁、床など幅広く使用できる。コンクリートのような現場での固く作業などの工程が不要であり、り抜きや裁断も自在であるため、応用度が高い。接合には金具が使われるが、シンプルであるため設計と思考両面での省力化が可能である。日本初の CLT 構造の3階建てアパートは、鉄筋コンクリートなら、通常1ヶ月弱はかかるところ、 ほぼ丸一日で構造体が完成した。1995年頃からオーストリアを中心に研究、開発が進められた。木材により高層ビル建設が可能になったのは蒸気の CLT の開発によるところが大きい。従来の木造建物では柱や梁など洗剤により構造を支えていたが CLT では壁や床などにこれを利用して 面で構造を支える。また、木材の繊維方向を交互に貼り合わせる工法による素材であるため、木材特有のねじれ、割れなどを防止できるほか、建築材としての強度も増している。ヨーロッパでは法令などの見直しが進んでいる。かつては、木造は2階建てまでしか認められなかった国が大半であったが、2020年にはヨーロッパのほぼ全土で、 5階建て以上の木造建築が可能となる見通しである。日本国内初の大火木造商業施設、サウスウッド、岐阜県初の CLT 広報による建築物であるイビガワ調律イビガワ図書館、ヨーロッパなど海外に比べ普及は遅れている。日本は各地で起きた大火や太平洋戦争の日本本土空襲などで木造建築が燃え大被害を出した。この反省から、 1950年の建築基準法で大型建築物の木造が禁止され、その後2000年の崩壊性まで空白が続いたことによる。2010年には耐火性能が向上したとして公共建築物の木造化の推進を目的とした公共建築物等における木材利用の促進に関する法律が成立。2014年には 林野町及び国土交通省による CLT の普及に向けたロードマップが策定され、普及への動きが加速している。2015年8月には CLT で地方創生を実現する市長連合が、翌2016年5月には、衆参両院議員による CLT で地方創生を実現する議員連盟が設立された。木造ビルの建設は、 国土の68%を森林が占める森林国である日本の林業再生の切り札として期待される。日本で初めての CLT を使ったビルは2014年3月竣工の高知県内の製材会社の3階建て社員寮である。竹中工務店はカラマツを使った年円ウッドの商品名で最も厳しい市街地の防火地域での基準を満たした。 木造部材を開発、横浜市のサウスウッドと大阪市の3階建てオフィスビル、大阪木材中外会館に採用された。鹿島は FR ウッドで国産すぎに難燃薬剤を注入し、1時間の耐火認定を取得した。2020年の東京オリンピック開催を睨んだ再開発が追い風となり、日本の都市の姿がコンクリートジャングルから、 木造ビルが林立する木の町に一変する可能性を指摘する意見もある。日本では CLT に関する建築基準が皆無であったため、建設には個別の国土交通省の認定が必要であった。2016年4月には国土交通省により CLT パネル広報の告示が実施され、この告示に基づいた構造計算を行うことで大臣認定が不必要となり、 CLT を使った建築が可能となった。日本には、法令上木造ビルの回数制限は存在せず、高層ビルに木造を採用することも可能である。日本政府は、2015年度外算要求では、CLT の開発普及に11億円を計上し、東京オリンピックを前に普及に努める。2020年3月には、岐阜県で初めて、CLT 広報を用いた。 伊比川町立伊比川図書館が伊比郡伊比川町に竣工した。2020年5月、山形市に本社を置くシェルターが複数の石膏ボードで被覆した CLT の木材であるクールウッドのみを主要構造材とする日本初の高層建築を仙台駅前で着工。2021年には東京と銀座で12階建ての木造ビルが建設されている。 住友林業は2018年、高さ350メートルの超高層木造ビルを2041年を目標に建設する計画を発表した。9割を占める木材を鉱材と組み合わせる、気候、ハイブリッド構造を用いる。日本は地震大国であるため、木造ビルには海外よりも厳しい耐震、防火性能が求められる。また、現状では、ビル用木材の需要、 生産量が少なく、コスト面ではコンクリートが有利である。また、CLT 工法は、法隆寺や東大時代仏殿など、釘一本使わない伝統的日本建築の工法とは本質的に異なるものであり、京都大学教授の五十殿白によれば、木造の言葉から想起する材料の特性や合理性をとことん考えた、美しさとは趣をことにするものである。 ありがとうございます。